ホストやキャバクラにはまる心理を知りたいです。一種の洗脳宗教に近いと思うんですが、そもそもはまりやすい人を選んで連れてくるんでしょうかと思います。あ、結論から言います。めんどくさがりははまります。はい。ホストとかキャバクラってね、お金さえ払っていれば、すべての人間関係の問題とかいざこざを、考えなくていいんですよ。例えば、じゃあ、女性が、ホストにはまってる女性が、ホストと付き合おうと、お金を払わないと思うと、すごいその言葉に気をつけようとか、自分を魅力的に保とうとか、いろんなこと頑張んなくちゃいけないんですよ。ホストの人ってイケメンな方が多いわけですから、本気で付き合おうと思ったら、スタイルがいい、可愛い子を選ぼうと思うじゃないですか。ね、やっぱりこう体型的にちょっと微妙とか、見た目的に微妙とか、まあ年が結構離れすぎて、年上すぎるとかって女性には、残念ながら、まあイケメンとか興味のない確率が高いですよね。そう。そういう人を落とそうと思ったら、すげえ努力しないといけないんですよ。いわゆる美魔女って言われるぐらいまで、まあ、肌をきれいにして、スタイル良くしてね、服装をこうしてとか、頑張ってもワンチャンいけるかいけないか怪しいと。でもお金払ったら、お金払ってる間は一緒にいてくれるじゃないですか。つまり、人間関係の問題とか、自分を改善するっていうことと、つまり現実と向き合えない人は、お金を払うってことだけで、一緒に夢を目指してもらえるんで、だからめんどくさがりが、お金を払って課金して夢を買うっていうのが、あのサービスだと思うんで、多分めんどくさがりがハマるんだと僕は思います。